はい、どうも皆さんこんばんは。4月の15日、金曜日、本日は気候の蒲田店から生放送です。蒲田のシーン、蒲彦、よろしくお願いします。はい、ということでね、昨日ですかね、熊本の方でちょっと大きい地震があって、お亡くなりになられた方とかもいらっしゃったみたいでね、ちょっと、お悔やみ申し上げます。また並びにですね、まあ被災に遭われた方もね、結構1000人以上いるということで、はい、お見舞い申し上げます。はい、ということで、今日もね、始めていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、噛んじゃったね、ごめんね。はい、はい、今日もね、たくさんの方来ていただいてありがとうございます。ちょっとね、今日は、都合で、山田村の方ね、ちょっと、お休みさせていただいたんですけれども、今日はちょっと、雑談形式でね、1時間くらいで、お送りしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。コメントちょっと読んできます。あちゃやむちゃん、こんばんは。こんばんは。私はあの手に行けたいけど、いや、そうですか。こんばんは。あ、頑張ろう日本ということでね、本当にあの、そうですね。自然災害だけはもう、本当にね、どうしようもできないというか、そういうところもありますので、はい、皆さん本当に普段からですね、こういうことには、まあ、慣れてないと思うんでね。そうですね、まあね、ちょっとね、5年前ぐらいですかね、やっぱり関東の方でもね、東日本大震災ということで、まあ実際僕も経験はしたんですけども、やっぱりいきなり来るっていうのはね、なかなか、なかなか準備ができてないところはありますからね。そうですね。なんで、まあ皆さんも身近に貴重品とか、何が起こってもね、すぐに移動できるような準備だけはですね、常に、しておいていただきたいなと思いますね。はい、まあ、本当に今あの余震とかが続いている、まあ、熊本そうですけれども、まあ、日本全土でね、起こり得る可能性はありますので、皆さんね、その辺は気をつけて、行動していただければいいかなと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、今夜は山田さんが本編に乗っ取った感じですか。そうですね、間違った8分開始からだと今日ちょっと早かったかな。はい、急いでお風呂入ったら山田さん中止だったとかね。すいません、申し訳ございません。圧力はこう、山ちゃんこんばんは。どうも、山田さんはエンデックの都合で打ち切りで、次回からは池田さんが始まります。始まりません。久々にロットパチが見たいなということで、ね、今日はねちょっと申し訳ございません、配信はございません。すいません。あ、ロットパチンコね、熊本から見てありがとうございます。大丈夫ですか。す本当に余震続いてるみたいなんでね、気をつけてくださいね。はい、気をつけてください。はい、いけない、やのいる配信は0時8分スタートであることを忘れてしまったとね。私も一緒で帰ってきたら山田さんなかった、ごめんなさい。こんばんは、待ち遠しかったです。今日も頑張ってください。頑張ります。はい、頑張ります。はい、山ちゃん、この間は、昼放送お疲れ様でした。あ、ありがとうございます。6万聞こえやられて、養分に一言お願いします。あ、僕ですね。ごちそうさまです。まあ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 、そうですね、先日の、まあそうですね、先日ね、10日に、4月10日ありましたからね。営業中の生放送をやらせていただいたんですけれども、はい、もう本当視聴者の方にもたくさん、来ていただいて、いて、いや本当に、いや本当にそうですね、20名以上ぐらいですかね。そうですね、20名ぐらいは、あ、お声かけていただきました。はい、いただいたので本当ありがとうございました。まあまあ、結果としてはですね、私惨敗だったんですけれども、まあまた来月もそうですね、はい、やる予定となっておりますので、はい、ぜひね、お時間のある方は遊びに来て一緒にね、まあ、パチンコパチと、打っていただけたらいいなと思いますので、よろしくお願いします。無事ですね、はい、圧力さん以外のお客さんは結構出てらっしゃる方結構いらっしゃいますね。まあ、そうですね、お店的には全体的には出てた感じですけれども、はい、まあまあ私の方はダメだったんだけど、まあ、次回リベンジしたいと思っておりますのでね、はいはい、よろしくお願いします。まあそうですね、うん、まあ来月まだ日程はちょっとまだ決まってないですけどね、はい、そうですね、できれば、うん、やりたいなという方針ではありますから、ね、はい、はい、よろしくお願いします。はい、なんか毎回気候の関東配信で池田さんに扮してる人いるのはなぜでしょうか。うん、なぜでしょう ね、でも人気があったっていうのはあるかもしれないですよね。うんうんうん、はじめまして、熊本方、お二人大丈夫ですかと本当心配ですよね。そうですね、山ちゃん、オフ会は楽しかったですか、可愛く来てましたか。いやいや、楽しかったですね、うん、初めての参加だったので。そうですね、初開催でしたからね、はい、なかなかね、うん、視聴者の方々と一緒に話せるっていう機会も少ないですからね。そうですね、まあ、はい、そういう面では、まあ、今回初開催にしては、まあ、よかったかなと。あんまり混乱がね、そうですね、起きずに無事に終わってよかったなというところが、正直、まあ、おそらく、うん、来月もまたやるとしたら、はい、オフ会もそうですね、やりたいと思ってます、開催される予定ではありますので、ね、はい、よろしくお願いします。お願いします。今日も雑談だよね、やっぱり。そうですね、そうですね、すいません。地味にむぞ、山ちゃん、お疲れ様。お疲れ様です。オフ会チェリキチの感情来てたらしいけど本当でしょうか。
これは言ってしまっていいんでしょうか。いいんでしょうか。いいんじゃないでしょうか。はい、来てましたね。来ました、はい、来ました、これワールドカップの代表、発表の記者会見にしか見えないということでね、まあ、今日はねちょっとご了承いただければいいかなと思いますね、はいはい、本編が山田荘なんですね。今日はちょっとねそういう感じでお送りしていきたいと思います。そうですね、はい、お願いします。かまかま戦、あ、かんだからか、だせーな、かまかま戦っていうのができるんですよ。何、はい、ですかそれ。電車ですよ、電車です。え、どことどこ繋いでるんですか。それは教えられません。蒲田は分かるんですけど、蒲田とどこ繋がってるんですか。いや、確かJR の方と京急の方ですね、はい、あっちの方を繋げようっていうことですね。なるほど、ちょっと離れてるんで、あ、そこ電車で繋げるんですか。はい、なるほど、あっちゃんお悔やみとか言える子だったんですね。やっぱりね、本当にね、残念だなと思いますからね。やっぱりこっちも経験してる分、うんうん、やっぱりそうですね。そうですね、やっぱりその、はい、実際にね、東北でね、地震2011年にありましたけれども、はい、まあ、東京もね結構揺れて、まあ、我々もね、経験したので、私その頃横須賀におりまして、うん、はい、遅番で出勤してですね、うん、はい、ホールよしよし、これからやるぞって出たら瞬間に、はいはい、台の電源がシュンと落ちまして、あ、でそこからさ、先に台の電源落ちてから揺れ始めたんですよね。なんだなんだって先にもう、ね、はい、で電気の方が止まっちゃったんですよね。なるほどね。山ちゃんももう単に急な、移動事例出すなんてひどいです、謝罪早く。山ちゃんが出したわけじゃないですね。こんばんは、今来ました。まさか山ちゃん移動早いですね。まだまだですね。いや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 、まだ早いですね。早いですね、はい。機構内に勤めていると急な移動に対応できるスキルは必須ですよね。まあそうですね、うん、でもまあ言われればすぐ行きますよ。そうですね、はい。来週もしばらくは指導なしかなということで、この辺はちょっと、ちょっとまあ状況見ながらですね、はい。3日間生き延びるだけの装備が必要になるんだよ。そうですよね、うん、だから本当に例えば水だとかね、そうですね、緊急の防災グッズみたいなやつもね、本当に皆さん用意しておいた方が何かとね、はい、いいと思いますよね。自然災害には読めない。一応ですね、キコナラに関しましては全店、はい、一応防災備品、全て取り揃えておりまして、はい、まあ、万が一の時のためにですね、うん、一応準備は、常にしておりますので、万全の体制で営業はしている、はい、ということですよね。まあ、まあ、防災訓練等に関しましても、まあ、皆さん、うん、まあ、年に4回、はい、各店やってるような形で、あ、各店舗でもうそういう時に備えた訓練はもうやっているっていうことですね。なので、まあ、いざが、はい、いざ何か起こった時に関しましては、うん、まあ、スムーズに対応できるようにですね、普段からやってるっていうことですね。まあ、そういうやっぱり環境が整っているところで打つっていうのももちろん何が起きるかわからないので、まあそうですね、うん、やっぱ大事だなっていうところですよね、はい、うん、まあ、できればねそのあたりはもう安心して、ご勇気いただきたいなという、うん、会社方針でありますので、うん、そうですね、はい、うん、だその辺は本当安心していただいて機構などで打っていただければいいかなと思いますね、はい、はい。まあ、ただまあ、はい、何かあった際にはですね、うん、一応そこはご協力いただきまして、うん、まあ、私どもの、指示に従ってですね、うん、動いていただければと思いますので。そうですね、やっぱりそういう時になるとパニックになってしまいますから、はい、そうなんですよ ね、うん、そこだけはちょっとお願いしたいなというところですね、うん、はい。あちゃんはこう今来ては本編が山田荘なんですね。そうですね、はい、まあ、特に九州地方で大きい地震初だしな。そうなんですよね、やっぱ関東とか、ね、まあ、まあ、あとは関西もありましたもんね。関西もありましたね、はい、とか九州だとなかなか聞かないですからね、うん、あるとしたらもうな、先日のが、うん、桜島の噴火、ね、噴火もありましたよね、うん、あとなんか富士山とかもねなんか噴火するかもしれないみたいなニュースはね、はい、あったりしますからね。ちょっと怖いですよね、はい。来週から通常放送でちょっとね、あ、まだ未定となっております、はい。パニック持ちの私には今日も一人だから怖いということでね。そうですね、まあ、そういう方はぜひこの放送を見てですね、もうコメントいただいて、はい、我々にできることがあればしていきたいと思いますね。お願いいたします。はい。この間の日曜日のお話聞かせてよ、見逃したから。ああ、じゃあ日曜日の営業中の生放送の話をちょっとしていきましょうかね。そうですね、うん、まあ、実際にスロットフロアでね、我々遊戯したんですけれども、うんうんうん、まあ、まずはバジリスクを打ってですね、朝一ね、中村おにぎりさんに整理券を引いてと。そう、そのおにぎりが整理券14番ぐらいを引いたんですよね。そうですね、はい、引いて、バジリスクに座ったんですけども、朝一からですね、AT に当選したのが7発かかったということで、その時点で30系ぐらい行かれましてですね、その後はですね、カメラの都合上ですね、
ちょっとあんまり遠くの機種に行けなかったので、窓かまぎが、近かったのでそこに移動してまた30系ぐらいやられるというね、結末でございました。また次回は、リベンジしたいと思いますね、はい、次回はちょっと機動力を上げてですね、はい、もうちょっと距離がいろんな機種に行けるようにですね、そうですね、はい、対応したいと思います、はい、後ろのホワイトボードに池さんの似顔絵を書いてください。書きませんよ。鈴丸さんの悪口書きません。負けた60系は取り返せましたか？取り返してないですね。呼ぶ再び、来月ですね、はい、うちの近所にも大きな断層があって、そうなんですね、面白いと言われててめっちゃ怖いです。そうなんです。今回のその熊本の地震もなんか直下型地震って言って、そうなんです、断層がこうずれるっていうね、感じで、いやだからそのずれた片方の方はそんなにっていうか、まあまあ地震はあったんですけど、そのもう片方のずれた方に関してはそっちが激しい、被害がそう激しかったみたいな話ですよね。バチ設定何だったんですか？分かりません。何でしょうね。人の意の答えは何だったの？山ちゃん、答えは特にないですけどね、うん、はい。晩は熊本から見てます。こんばんは。こんばんは。昨日は見れなかったけど今日は、見れて幸せだよ。山ちゃん大好きだぜ。ありがとうございます。ありがとうございます。本当ね、余震続いておりますので、そうですね、お気をつけになりながら、はい、はい、ぜひ見てください。大選びしくじったおにぎりが、主犯、よく回りました。ありがとうございます。私は、自分で決めていることがあって、こういう災害の時はセブンに行った時に100円募金する、1日2回行って必ず、100円って決めてる。まあまあ本当にね、そういう、ボランティアだとか、そうですね、現金だとかそういうのは本当にね、大事になってくるので、みんなでね協力できるときに、はい、やっぱ困ったときにはお互いやっぱ助け合えるようなね。でも本当そうですね、まあ、こういう時って本当に日本って一丸となって、ね、うん、応援していこうというか、そうそうそう、まあ、絆というのはやっぱり大事にしますからね、うん、そうそう、だからやっぱりその辺は我々もやっていきたいなとは思っております、うん。6人の行き場取り戻そう。そうですね。DVD 余ってますか？あ、まだ何個かだけですけど。ちょっとだけありますんで、はい、欲しい方は早めに、お店の方に来ていただければ。はい、なくなり次第終了でございます。はい。キコーナーでは営業中に地震や、災害が起きた際の対処の訓練はされてますか？はい、はい、そうですね。一応そこはしております。はい。あちゃんと山ちゃん、顔丸すぎて笑えるね。笑わないで。とかよく、ああ、ありがとうございます。ありがとうございます。関西のキコーナーのポスターに、トミー・ウエスカーと池田さんがエリア長対決みたいなポスターに出ていた。へぇ、オフ会ってどんな話するんでしょうか？もう雑談というか世間話ですよね。そうですね。あとは放送のね、あの回がどうだったとか。はい、ただ不思議だったのがですね、うん、やっぱりこちら側としては初めて会う方なんですけど、うん、そうですよね、はい、向こうはみんなよく知ってるんですよね。そうですね、まあ、あの回がどうだったこうだったっていうのを覚えてくださってて、はい、まあ、そういう話でやっぱ盛り上がった。そこはね、面白かったですね、うん、逆に言えば、ね、うん、チェリーの彼女来たの、山ちゃん、チェリーの彼女可愛かったですか？これね可愛かった。はい、というね。あっちゃん、さっき裏の教師の配信で、噛んだから1万円寄付ねとか言われてた。あっちゃんにお願いがあるんだけどさ、鎌田の昼放送、四つ目にあげてほしいということなんですけれども。ちょっと長いですからね。長いのと、ちょっと、その、まあ、いろいろな諸事情が絡んできますので、うんうん、ちょっとこれあげるの難しいかなっていうところなんですよね。そうですね。はい。まあ、生放送だからこそというところがありますからね。うん、そうですね。まあ、一般の方というか、うん、映りたくない人も映っちゃってる可能性はゼロではないので、うん、そうなんですよね。その辺もちょっと申し訳ございません。はい。あと後ろ髪跳ねてどう、大丈夫かな。オフ会でいろいろなぶっちゃけトーク聞けて楽しかったです。お、なるほど、来ていただいた、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。僕は、東日本の地震の時はに、西日暮里のお店で売ってました。実家が熊本で今神奈川に住んでるんだけど、実家に連絡したら家の中がめちゃくちゃらしいですと。本当に映像でね、テレビとかでも見ますけど、本当にね、やっぱ被害が結構大きかったんだなっていうのが分かりますよね。今日は1時間です。今日は1時間の放送となっております。はい。大きいコーナーは、大手企業のようですね、ということでね。まあでも本当に会社はしっかりした会社ですから。でもまあ、そうですね。店舗数も増えて、やっぱりね、日本全国に近づいてきましたんで、はい、うん、まあ本当災害対策というのをね、うん、していかないとかなと。そうですね。いうところですね。キコトツカで、去年防災グッズもらいましたよ。ありがとうございます。そうなんですよね。キコナさんちょっと、総付け景品っていうんですかね、うんうん、でね、うん、防災グッズを配られたりとかしますの で、 はい、で戸塚店だと多分ポイント景品で、うん、はい、防災グッズ、はい、を、置いてたんで、はい、まあ、私いたところですけれども、うん、もしかしたらまだあるかもしれないですね。そうですね。自衛隊が早く出勤してくれて、今日は、テントでお風呂を焚いてくれたそうですよ。うん、そうですね。池田さんが蒲田にいた頃、営業終了後に、防災訓練やってるって言ってたけど、みんな放送に戻ってこなくて怒ってた。ああ、
訓練を放送の時にやってたんですか、夜にやってたってことですかね。へえ、すごい聞こえない、県内にないのが悲しいということでね、まあ順次ね出店はしていくとは思いますのでね、はい、はい、お待ちください。そうですね、お待ちください。いやいや、山田店長と言わせてもらおう、まるで本物の店長さんみたいですね店長ですよ、ありがとうございます。よし、来週はあっちゃんと関東機構社員で熊本行って瓦礫、撤去ボランティア配信しようということですけどね、僕本当に東北のね、はい、震災があってから1年ぐらい、あ1年経ってないかな、実際に福岡、あ違う違う違う、仙台の方に行って、ボランティア活動にちょっと参加させてもらったりとか、やっぱ瓦礫がですね、田畑にこういっぱいあるわけですよ、うんうん、それをこう掘り起こしてやって使えるように畑をするみたいなボランティアの仕事があったので、それをちょっとお手伝いさせていただいたりとかしてたので、本当に大変ですよね、うん、それをやってみるとね、そうなんですよ、うん、だからやっぱりその大変さも実際分かりますし、うん、本当協力できるときはしたいなっていうのが本当に本心ですね、うん、はい、牽引で防災グッズを置くのもいいかもよって山ちゃん検討してね、そうですね、うん、そうだね、牽引に防災グッズあったらありがたい、うんうん、昔の高知カメで読んだんだけど、阪神淡路の地震が起きるまでは関西は絶対安定って専門家が言ってたらしい、今でもどこでも危険ですよね、そう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 、山田店長スーツは新調したんでしょうか。いやこれいつものやつです、うん、絶対に安全って地域はないね、うん、そうですね、次回の試合はゴッドしかないね、次回はパチンコ、次回パチンコも多分、ね、予定しております、ね、はい、東京はいつも、もうすぐもうすぐって言われてますね、そうですね、うん、いまだにでもね、やっぱ30年以内は7割とは言われてますからね、そうですね、なんで十字架する打たないんだよ、そうですね、ちょっと奥すぎましたもんね、あでも一番手前か、ニスロ、いや、あ、ニスロだったらそうですね、手前でしたけどね、次回の実践配信はスローじゃなくてパチでやってほしい、パチでやります、おにぎりの隣が良い感じだったらしく2分の1外したって悔しがってますね、そうですね、で山田さんポケットマネーでいくら寄付するんでしょ、はい、できる限りはいたします、うん、今日セブンイレブン行ったら熊本のイチゴ売ってたから1パック買ったよと、もうそういうのもね、うん、本当大事ですよね、これからの支援は長丁場になると思うので無理しないで長く応援したいです、はい、そうですね、熊本商品なら、買うくせに福島商品は買わないってやつ多かったなと、あ、今日で、来月の勤怠締め切りだったよ、サービス業早めに行って、決めてほしかったよと、マジで皆さんに会いたかったからだ、日付を早く決めてほしいってことですね、ああそうなんですね、ちょっとね、うん、もうちょっとですね、はい、すいません、今日は時間がなくて、天のオトフェス売って制限で、プラス7500、ああなるほど、おめでとうございます、チェリーの彼女さんはリスナーとして参加したんですか、そうですね、初めて山ちゃんに会えて嬉しかったです、なんちゃって、チェリーの彼女は、割れたせんべいみたいだって頭の薄い、元パティシエが言ってました、熊本城とかもすごい、そうそう、屋根がこうそうですよね、うん、なっててね、昔地震の時にパティ、ちょっとわかんないな、ああ私も防災保存食の羊羹をもらった、あそれいいですね、あそれ聞こうなんかあるじゃないですか、うん、放送の日にやってて池澤さんがその間一人で打ってた、あ放送ね、うんうん、山田さんってなんちゃって店長じゃなかったんですね、ちゃんとやってますよ、もしパチやスローを打ってる際に大きな地震が起きた時はどうすればいいでしょうか、うん、この辺やっぱり気になる、基本的にはやっぱり一回皆さんちょっと外に出てもらうっていうのが一番ですね、うんうん、あそうですね、はい、うん、まあまあね、建物が崩れるっていう可能性もゼロではないんで、そうですね、うん、はい、まあ、一応外に出て安全なところに一回、うん、まあ、避難してもらうというところは、うん、誘導させていただくと思います、そうですね、まあ、お店の方はやっぱり外に、速やかに出てくださいというような、そうです、ね、誘導になってくる、まあ、やっぱ僕らも、ね、うん、まあ、そういう時はね、本当人命優先では動きますんで、うん、なんとかもね、皆さんにもご協力いただいてというところは、うん、やっていきたいと思います、そうですね、和歌山市九州が今大変だけど東海地区もいつか地震が来ると言われているので防災対策を、うん、新たに考えているところです、本当にね、普段からやっぱり考えてないとまさか自分のところでっていう、まあ、本当そうですよね、ね、やっぱ気持ちになってしまうと思うんでね、うん、東日本大震災の時は、日本武道館に配達して帰ってきた時でした、それから2週間ぐらい、イベントとか中止してて仕事がほとんどなかった、うん、うん、あれもね大変でしたから ね本当に、昔地震の時パチアの駐車場に一時避難させてもらったな、うんうん、熊本へ応援派遣する可能性があるから、人人選してくれて上から話してたけどどうなるやら、なるほど、今回は津波がなかったのが不幸中の幸い、本当そうですね、本当に
あのね、あの東日本の時はやっぱ津波の、ね、被害がすごい多かったのでね、はい、今日、横須賀にいた新店長名前なんだっけ。いやいや、これはねまだ、ちょっと内緒にしておきましょうね。内緒にしておきましょう、はい。今来た、この間山ちゃんに会えて嬉しかったです。あ、ございます、ありがとうございます。緊張して握手し忘れた、残念。だって赤堀は当たったから。でも、ガローも前回で引けたよ。すごい、おめでとうございます。おめでとうございます。あれ、山ちゃん痩せましたか。いや、そんなことはないですね。うん、既婚の社員の方々とかあっちゃんとかじゃなくて、ここに集まってる人たちも個人個人でできるように応援したいですよね。そうですね、うん、一緒に応援していきましょう。うん、カモカモ線は地下になるらしいけど、間にある商店街が人が少なくなるって、嘆いてた。うん、ああ、まあ確かにそうですね。福島の商品バンバン買ってますけどって、どっかどこを見てない値段です。主婦は、あの主婦はね、値段で選ぶってことね。てか福島と熊本は場所全く違う。山ちゃんに、触った手がベタベタになったよ。景品に防災、防災用品はいいよね。そうですね。うん、関東は自粛してるの、関西普通に配信するんだなということでね。まあまあ、あのその店舗さんの意向も一応ありますのでね。まあまあ、はい。自粛がいいってもんでもない。熊本城の、石垣が崩れてるのを見て、自分の家の近くにも城はないけど、うん、でかい石垣があるから、地震の時は心配。そうですよね。それは確かに怖いですよね。そう、あとその熊本とかでもその塀がね、はい、崩れたりする、はい、したりするらしいので、だそういうね、崩れかけてるところの近くはね、できるだけ歩かないように、うん、してもらえた方がいいですよね。うん、関西今日関西5ラムか。あ、そうなんですね。ですね。なんて言うんだろう。伊藤魚。伊藤川から静か、ね、抜ける断層、大きく揺れたら、日本沈没状態になる。どこまでね、ずれたところで離れたところが揺れるから、うん、そうね。昨日そうなんですね。どっちとも言えないですもんね。うん、だから断層の、あ、糸魚川か。糸魚川。はい。昨日の地震が起きた、直後のパチ屋の店内の映像が公開されたんですが、一人だけジャグラーぶん回してる人がいたと。もう危ないですからね。でも本当に地震とか起きたら、やっぱ速やかにお店の外に出ていただければだね。やっぱね、もう横須賀の時に経験したのはですね、やっぱり皆さんそのもうこうなってしまってるんで、打ってる最中は。そうですよね。やっぱ自分の代でも電源が落ちてても、いやいや核変中だからっていうようなこともね、結構おっしゃられたんで、やっぱそこはね、なんとかね、しっかりと自分の命がちょっと危機にさらされてるというところをね、認識持ってもらいたいなというところですね。日曜が雨なんだよ。あ、だから心配。そうですね。やっぱ日曜、雨降るとね、雨でこう山が崩れてきたりとかありますからね。東日本大震災が、津波がなければ大きく違ってたんだろうなとは思う。蒲田のからは山田仕様で、当たりにくくなっております。そんなことはないですよ。まあもう大丈夫かな。この前私の住んでるマンションに、防災マップの、配布がポストに入ってたんですが、隣、はい、のゴミ入れにたくさん捨ててあった、はい、それはね本当にだから自分まさか自分がっていう感覚がやっぱり皆さん強いと思うので、やっぱり常に意識したような、ね、行動を心がけていただければと思いますね。で今結構ですね、まあ、防災マップというかハザードマップと呼ばれるものがネットですぐ、自分の場所ら辺が見えるようになってるんで、そこはね一度皆さんご自宅の付近とかは確認しておいた方がいいんじゃないかなと思います、ね。うん、そうですね、はい。あとはまあその避難場所近くの、どこに、まあ、何回避難したらいいかっていうのね、それだけはねやっぱ確認しておくと、まあ、いざという時に、もうすぐに行動が移せる方がやっぱり助かる一歩ですからね。うん、はい。本当に東日本は津波だけだと思う。福島が一番安全なんだよ。検査もしてるし、だからもっと買いたいと思う。あ、食品ね。はいはい、はい。山ちゃんも、あんちゃんも、あっちゃんも、画面越しに見るよりぽっちゃりでもなかった。あ、画面だけ あんちゃんも膨れて見えてるってことですかね。うん、だからこれ横長ですからね。うん。違う違う。マンション特に、独身向けなんて、地域に、興味ない。なんてないだろうしな。実は実家近くの市役所は、ガラス張りで怖いと。あ、やっぱ地震でそのパチンコ屋さん の、ね、その熊本のね、はい、地震の後の映像というかテレビで見たんですけど、やっぱ画面画像あなんていうガラス張りガラス張りのところがもう全部割れちゃってて、もう中がこう全部台が見えてるような状況になったので。はいはいはい、そのガラスとかやっぱ危険だなっていうのはちょっと感じました ね、 ね、都内とかもやっぱりね、高層ビルがガラス張り多いですからね。そうですね。それが降ってきたりとか
外にいてもやっぱり降ってきたりする可能性もありますので、うんうんうん、だからできるだけ広いところにね、そうですね、避難していただければいいかなと思いますね。ジャグラーコーナーはメダルが散乱していて店員さん慌ててるのにジャグラー打ってて、怖さを感じた。ST 入っちゃってると地震でも避難 しない人って多かったな。そうですね。でも、ボロアパートとかに住んでるなら逆にパッチワードの方が安全かなと思う、うんうん、まあ、作り自体はね、はい、しっかり、まあ、鉄筋でされてるはずですんで、うん、大体のお店がですね、うんうんうん、なんで、まあ、そうそう潰れるっていうことはほぼ、うん、まあ、少ないかなとは思いますんで、うんうん、そうですね、はい、黄色い冊子のやつね、防災マップ、あ、うんうん、そうですそうですそうです、熊本地震の、災害、募金が始まったね、うん、東日本の時に、パチ打ってる知り合いいたけど S1 の台はもう打てないけど、出てる分はもらえたらしい。そうですね、東日本大震災以降、うん、基本的に運動靴履くようになった。ああ、なるほどね。横浜から4時間革靴で歩いて帰宅したのはきつかったな。本当にあの交通網が、はい、もう全て止まりましたね。麻痺してた東京とかねの場合はだからの渋滞もすごかったですし、車もなんかガソリンスタンドがまずやってなかったじゃないですか。そう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 、ガソリン切れっていうのは結構ありましたもんね、うん、あとコンビニから商品が消えたりとか、はい、まあ、電車はもちろん動いてなかったりするので、うん、やっぱりそういう、あれは衝撃でしたね。そのコンビニで何も売ってないんだみたいなのは、うん、そう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 、食べるもん何もないわっていうのは、うん、ありましたね、はい。ハザードマップ活用する事態になったら自動的に職場へ強制出勤だよと。あ、そうなんですか。専門家が南海トラフ地震来るならその前に九州地方で地震来るって言ってたらしい。あ、そうなんですか。ご近所さんとの付き合いも大事、うん、あっちゃんがまともなこと喋ってることが一番怖いですいやいや僕もね真面目に仕事しますよ。昨日 BSNHK のニュースのアナウンサーが、自分の安全を確保した上、障害者高齢者の皆さんに声をかけてくださいと言っていた。うん、大事ですよね。本当に自分でやっぱり、ね、介護が必要な方とかはやっぱり動けなかったりとかするんですね。そうですね。おっしゃってて泣いたか。そういえば日曜日は誰が蒲田に顔を出したんでしょうか。日曜日は結局あんちゃんと、はい、豆柴店長ですね、うん、の2人が来てくれましたね、はい、あとチェリキチか。そうですね、チェリキチと3人来てくださいましたね、はい。アナウンサーの方の優しい気持ちが伝わった。東日本の被災地が地元だけど津波だけじゃなくて低体温症で亡くなった人が多い、はいはいはい、熊本の人も、本当に体調管理だけ気をつけてほしいですよね、うんうんうん、そうですね。本当にあの外でやっぱあのテントを張ってとか、そういう風にして今過ごされてる方もねあのいらっしゃいますので、まあ、その辺はねやっぱりそうです、ね、気をつけていただきたいなと思いますね、はい。上に流れてる球が落ちてきたら危ないよね、パチンコ屋さんね。あ、そうですね。最近はガラスが割れないように強化ガラスが、表面に飛び散らないように薄い膜を張ってるらしい。震源地が都心部になると、大半が火事になる可能性が高い。うん、そうですね。それがねやっぱまた一気に広まりますからね。うん、これは怖いとこですね。あ、黄色いしょ、冊子のやつうちにもあります、カップラーメンの2つのように使ってました、反省と、まあ、大事に ね、 そうですね、届いてください、はいはい。投稿初めて実物の皆さんを見たけど持ってたよりみんな痩せててやばっと思った痩せててやばいそうですかね、そうですかね、2年前に山梨で大雪あった時もコンビニから、商品がなくなった。都心部だと都市ガスの、配管もあるしな、そうですね、対策取ってるとはいえ、火災の可能性は高いね、うん。うちの、会社都内からの、配送できなかったから、案外品物はあってお客様に喜ばれたことが一番嬉しかった。私夢があって一度あんちゃんの後ろから私の腕が届くかどうかお腹周りを抱っこですね。こうか、あ、でも多分、ま、あ、でも女性の方だったら回らないかもしれないですよね。回るか、いや回んない回んない、回んない、僕でも回んないですよ、うん、本当ですかちょっとあれかもだけど、残り半分明るい話をしよう。どんどんテンションが下がってくる。そうです ね、東日本や阪神に出してたと違って、真冬じゃないのがまだ救いだったよね。阪神、うんうん、の時は、火事、東日本の時は津波と揺れで、この二次災害が多すぎた。東京は新宿が直下型の大きな地震、ずいぶん昔にありましたよね。宇宙を見た時なので液状化になると思われると。そうですね、はい、ということで怖いですね、うん。まあ、本当にあの地震にはですねこれからもというかまあ余震もあると思いますので、ね、うん、あの皆さん十分にお気をつけいただければと思います。そうですね、はい。東日本以降ヘルメットと飲料水と、飲料水を1箱と缶詰など簡単に食べるのと、
シューラフを買った。山田手元の値配信が見たい。新宿直下の値配信って値段のことは心配。今から、ナンパ素材を切り替えてくれ。切り替えませんけれども、今日はですね、なんと、普段山田荘を、見ている視聴者の方からですね、ちょっと差し入れをいただいたので、ちょっとこの場を借りてですね、お礼と、ありがとうございます。食事を取りたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。食うのかよって食べますよ。まずはじゃあこちらから。まずはじゃあね、はい、いろんなね、はい、これ関西の方なんですけども、はい、まあ大阪の方からですね。大阪からわざわざ来ていただいたという。ありがとうございます。ポンチ揚げの明太子味とですね、はい、そちらはウグイスボール。はい。と、そして、はい。満月ポン、満月ポン、満月ポン、こちらをなんとあの重装店にね、はい、行かれてる方ということで、そうですね、ありがとうございます。私たちが美味しくしっかりあの今から食べたいと思います。はい、まあまあこれ食べながらですね、今日はちょっとのんびりやっていきたいなと思います。打ち上げ僕好きなんですよね。あ、そうなんですか。はい、僕ちょっとこのウグイスボール食べたことないんで、ちょっと食べたいと思います。はい、あ、新宿に断層がある。飯雑談してやります。シュフラって寝袋。へえ、いただきます。うん。あ、ちょっと硬いですね、これ。もち米を使ったカニ豆腐風味お菓子。あ、美味しい。でも関東じゃ売ってないですよ、これ。見たことない。売ってんのかな？見たことないですね。ウグイスボール。うん、美味しい。いいな、食べたい。ポンチ揚げ食べたい。ポンチ揚げね、美味しい。ください。明太子の風味がちょっとしてですね、うん、美味しい、うん、美味しい美味しい、あれ、うん、あ、想像してたのと全然違う、ちょっと違いますね、うん、うん、美味しい、あ、カリン糖っぽい感じですね、マゲットもね、食べてください、あ、食事配信、お礼の食事って初めて聞いたのかな、めっちゃ雑談やってて、書いたらマジでやるのか、でやったエグスボールってどんなのか気になると、うん、そう、これね、うん、もうちょっとその甘いお、なんか 豆っぽいのかなと思ったら全然違うんですよね、うん、違いますね、もっとなんかすごいサクサクしてて、 なんて表現したらいいんですかね、これ最終的にね、うん、ほんとかりんとうみたいな感じなんですよ、うん、この茶色いところが、うん、カリン糖なんですよね。うん。美味しいです。美味しい。うん。ありがとうございます。ありがとうございます。いい音。マイク、音拾ってるな。売ってないってご存知だったから、持ってきてくださったんじゃないかな。そうですよね、多分ね。山ちゃん、チェリーの彼女と話しましたか？いただいてですか？チェリーの彼女。いや、挨拶程度です、うん。アイコンタクトはしました。うん。君たちが美味しいっていうのを残り時間ずっと聞かされるのかい？そうですよ。あっちゃん幸せそう。いいな、ぼんちゃげ、ハマるよね。止まんなくなるんですよ、ね。止まんなくなります。ぼんちゃげは。うん。まず、あ、月本いただきます。うん、来月の昼放送で用意して。いや、無理ですよ。あんちゃんの分取っといてあげて。なんかちょっと食感が違いますよね、満月本って、うん。普段食べたことがない食感。でもおせんべいなんですね。おせんべい？いただきます。おせんべいみたいな感じですよ。うん。うん、美味しい。うんうん、全部美味しい。はい、前半30分と後半30分雰囲気がガラリと変わった。そうですね。明るい話をお願いしたが、まさかお菓子食う配信を見せられるとは、まあいいか。山ちゃん本当に痩せたらダイエットするのは今だとお菓子食べるな。ね、甘いの？ウグイスボールは甘い。ウグイスボールだけはちょっと甘いめですね。うん、結局カリンとかい。あちゃまこつ、ようやく金曜日でお菓子、日曜日の生放送お疲れ様でした。ありがとうございます。ニコ生で視聴してました。ありがとうございます。ボンチおさむも美味しいですか？次のかま放送、かまた放送は4月29日でしょうか？ん？今日15だから。そうですね。29日。29です。はい。はい、この時間にお菓子とか太るぞ。いや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 、大丈夫。これはね、お菓子じゃないですから。うん。うん、何ですか？ん？主食です。そうですね。しょっぱいからさ、うん、しょっぱいからお菓子じゃない。うん、前半は九州応援で、後半はリスナーに見せつける放送。甘い、辛いがはっきりしてる、放送。あとは、うん、美味しいとか、言葉ないのか。なんて表現したいのかな。味が濃い。これマイナスじゃないですか。蒲田店はどっちの蒲田駅に近いんでしょうか。まあ、うん、JR ですね、はい、JR と、東急線がくっついてるんですけども、はい、そっち側です、はい、の、西口もしくは南口、はい、からすぐとなってます、うん、家が家でちょっとお酒飲む時のお気に入りのおつまみありますか。これです。ぼんちゃん系ね。
はい、来週の木曜日はもう企画決まってるんでしょうか。そうです、来週の木曜日は一応ですね、あの新卒の方を集めた、放送を予定して、来週、来週ですね、はい、あ、そうですね、21、はい、そうですね、そうかそうか、うん、そうですね、了解、現在の勤務だとキコナチャンネルをフルで見れるの金曜しかないから楽しみにしてます。あ、ありがとうございます。あ、そうですね、ありがとうございます。おっかえて酒飲んだんですか。飲みました。はい、いただきました。あとは新卒の発音が変、新卒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 、確か小田原店の新卒、近くの鴨宮、近辺が断層の境目と地元の不動産が言ってた。あーちゃん髪の毛後ろ寝癖、そんなに、あ、確かにここそこですね、そこ寝癖、多分寝癖ですね。カバタにも新卒入ったんですか。はい、うちにもあの4名入りまして、はい、皆さん4名とも、うん、来週の配信に出る予定となっております、うん、はい、ぜひ見てください、ぜひ見てあげてください、こんばんは、岡山から見てます、こんばんは、今日も2人の楽しみ放送を楽しみに待ってました、ありがとうございます、ありがとうございます。もう20分ぐらいで放送終わってしまいます。そうですね、早いね、新卒集めて運動会をやろうと、ね、はいはい、あとですね、もう一個、もう一個ちょっと、差し入れをいただきましたので、はい、なんと、はい、こちらですね、はい、神戸の豚まんと呼ばれているものとですね、はい、あとそちらがいつもの551、はい、551の豚まんいただきました、ありがとうございます。わざわざ今日ですね、神戸の方から来ていただいて、ありがとうございます。豚まん今から食べたいと思いますんでね、ちょっとね、この神戸の豚まんっていうのは食べたことないんですよ、ないですね、僕もないんで、うん、ちょっとこれチンして来てほしいですね。はい、わかりました。山ちゃん、ちょっとチンしてきてほしいですね、食べる分、はい、ちょっとチンしてきてもらいますね、はい、ありがとうございます、本当に。あくまでも見せつける味、そうです、そうです、今日はあのいただいたものを美味しく食べる、放送をさせていただきたいと思います。チンし聞いてすごいな、チンをね、蒸した方が美味しいよね、まあそうなんですけど、ちょっとね、まあ、都合で、チンでいただきたいと思います。マジで食いまくる放送になっとるやけん、ごめんなさい。何、551、551美味しいよね。ね、私はハッピーターン食べてる。お、いいですね。で、あっちゃんの後ろの女性の方は誰ですか。無表情で、感情き、起伏のない方ですね。いませんよ。ちょっと見せつけ勘弁してくれよ。で、人肌で温めればいいよ。何時間かかるのかな、レンジアップ。じゃあお菓子は前菜だったんですね。そうです、そうです。豚まんってお前らともがいいじゃないか。すいません。かまたってアルバイトの方を入れて、総勢何人ぐらいいるんですか。あ、じゃあちょっと来たら聞きますね。はい。山ちゃん、池上線で戸越銀座行ってみなよ。惣菜屋、いっぱいあるし楽しい。肉屋さんなんで、あ、この辺も読んでいきましょう。後でね。あっちゃん、寝癖かわいい。ありがとうございます。山ちゃんは新人に厳しいんでしょ。いや、そんなことないと思いますよ。新卒を集めて、ロトパチ&ジャブジャブビーター&K、KT。いやいやいや、多分ね、僕も何人かいろんな店舗を回ってるので、お話しさせてもらった、新卒の方いらっしゃるんですけど、まあ、パチンコやるって方とやらないって方はやっぱ半分半分ぐらいでしたね。やったことないんですよって方もいらっしゃいましたもんね。うん。店長顎で使えるのになっちゃうんだっけ。そんなことない。ちょっともうお店の勝手が僕ちょっとわからないので、チンの場所とかもわからないんでね。はい。ね、水に濡らしてラップに包んでチンするとうまい。うん。あっちゃん、今度の木曜日の新人企画はお昼何時だっけ。これがですね、ちょっと、あずけんさんに確認したんですけど、ちょっとまだ未定となっておりますので、決まり次第、ちゃんと、告知入れたいと思います。山ちゃん、こっそりデスト注入、ないない。そうそう、豚も水に少しぐらい、くぐらせて、ラップを少し水に濡らすとふっくらするよ。まあ、山ちゃんやらないだろうけど、絶対やらないと思う。あ、それ黒メガネにした。あ、メガネ変えろってことですね。了解です。戸越銀座に一番端に、戸越銀座の一番端にあっちゃんという店がある。おー、ちょっと取材したいですね、それ。池澤さんってあんなに活動的なんですね、ポスター見て思いました。まあまあ、ね、やっぱり偉くなっていく方というのはですね、やっぱ行動力のある方が多いですよ。うん。やっぱりあっちゃんの新卒の発音が気になる。新卒？新卒？どっち？去年、相模原の新卒の、女の子辞めちゃったよね。まあまあですね、お車。オクラホマ店の方に、ご移動なされましたね。打ったことない子の入社動機を聞いてみたい。やっぱり接客業とかが好きとか、多分そういう系だと思うんですけどね。まあその辺は新卒を集めた放送で
ぜひ質問していただければいいかなと思いますね。打ったことないこの、あ、これ読んだ。あれ、今日は何の配信でしょうか。今日はですね、雑談放送となっております。今はですね、山ちゃんの方が、豚まんをチンしに行ってる最中でございますので、皆さん少々お待ちください。新卒にバンブービーやらせたんですよね。してませんよ。新卒は新人と同じような。新人。これでいいかな。新卒。下がる。あちゃん結構髪伸びたね。まあそろそろ切らなきゃね。そうですね。あちゃんって新卒も言えないのか。アメリカ人かな。新卒の発音どっちって言った時の後者。新卒。はい。今度の木曜はあずけんパワハラ放送ですか。違いますよ。昨日の関西放送で話題になってたんだけど、気候な面接した人で履歴書に貼った写真のネクタイをボールペンで塗ってる人がいたらしい。そんな方もいらっしゃるんですね。あっちゃんは真のんが上がっちゃってる。新卒だって。合ってる？大丈夫？新卒の発音絶対合ってない。いや、それちょっとね、わかんないよ、ちょっと。新卒違う。ボールペンほら。ちなみにボールペンの塗った理由はネクタイを付け忘れたからだす。落ちた。合ってない？いや、わかんないな、これ。実際今度この蒲田の営業中の生放送に来ていただいて発音教えてください。新卒？いや、違うな。新卒？新卒？茨城県人。山田に聞くしかないよ、イントネーション。その人落ちたんだね、ネクタイボールペン。モッサンに新卒言わせたい。新卒めっちゃ流行ってんじゃないか、今。語尾が下がらないんだよ。新卒？わかんねえな。違うなって言った方が正しい。もういいよ。わかんない。当たり。新卒。よし。これで行こうか。と言ってる間にですね、もう放送時間も残り少なくなってきましたね。ごめんなさいね。あつくさん、ネクタイ締めたことない？ん？いや、僕、スーツで、どこだっけな。相模原の放送の時とかは、1回か2回多分スーツで放送してる回があると思いますね。うん。さっきの1個目。それじゃない。もう発音直らねえ。もう今日は諦めた。うん。新卒違う。はい。ごめんなさいね。もうちょっと直んないんでね。多分山ちゃんも多分会ってないと思うんでね。はい。ということでね。一応今週の放送は、今日で終わりというかですね。基本のチャンネルは、関東版はですね、今日で終わりというかあれですけど、今週は。まあ来週は月曜日から、戸塚、府中、水曜日が、平塚、木曜日が、伊勢崎の湯の新卒集合スペシャルですね。で、金曜日が、横須賀という感じになっておりますので、来週の放送もぜひ皆さん、見ていただければいいかなと思いますので、よろしくお願いします。まあ、来週は、パチンコのガールズ&パンサーとか、あの辺が導入になってきますので、まあ、その辺の配信が増えるかなと予想しておりますけれどもね。はい。山はどこの出身ですか？山ちゃんは確か埼玉だったかな？うん。スーツの時あったよね。うん。あっちゃったモビリスーツでも着てたのか。そうだね。相模原の配信の時スーツ決まってた。うん。山にもう一回新卒って言ってもらってみて。はい。ニッコニッコ、ムーコム、あ、コムの配信ね、おととやってましたね。あっちゃん、今日は、大画面で嬉しいよ。ありがとうございます。好きなポーズ、リスナー喜ばせて、好きなポーズ何ポーズ戸塚なら、志田騎士はガルパンに来たい。そうですね。あっちゃん、アッカイに似ている。アッカイ？アッカイってどんなの？来週導入だっけ？ガロ初代。そうですね。ガロも同時ですね。ガロの初代も。だからその辺が多分、放送の中心になってくると思いますね。アッカイ。アッカイでちょっと。頭の形じゃない？赤い似てるのね。うん、はい。埼玉なら新卒普通に言えるはず。ガルパンスペックかな。うん。これはちょっとね、導入されてみないと何とも言えないですけどね。木曜の新卒集合、楽しみ。緊張しまくってるんだろうな。そうですね。福岡はまあ18日から。まあ来週ですね。たっちゃん、素人図鑑ファイル7見た？ちょっとだけ。たっちゃんはましよっか。今日は、どうでもいいことだけど、かまきこで、魔界21連した、記録更新。おめでとうございます。
いやぜひこの後もね、あの蒲田店でうち、に来ていただければと思いますので、よろしくお願いします。あらら、山ちゃんは今陳心に行ってますね。おにぎりとまめちゃん、コム楽しすぎた。おお、嬉しいですね、ありがとうございます。私のくらいの髪の長さが好き。あ、これぐらいですか。あちゃんは六角。あちゃんもういいからお願いだから新卒言わないで。新卒って言ってイラッとするわ。あ、ちょっと新卒もう一回言ってもらっていいですか。新卒、新卒、ちょっともう一回。新卒合ってますか、今の合ってますか、合ってるか合ってないかちょっと教えてください。CR 素人図鑑ファイル、07の導入、社員まで入れたら新卒社員になるけども、新卒社員、はい、新卒だけだと新卒ですね、うん、合ってない、違う違う、山も違うそう、うん、ちなみに、はい、チンが終わりました。あ、ありがとうございます。ということで一応この3個の方が、はい、神戸の豚まん。お、神戸の豚まん。はい。いただきます。はい。で、こっちが、はい、551ですね。あ、551の豚まんですね。はい。はい、意外とね、はい、この神戸の方が1個の大きさが違うんですよ。大きいですよ。ちょっと大きいですね。はい。うん。うん、じゃあ早速いただきましょう。はい。はい、どうぞ。どうぞ。僕はコメントちょっと読んでください。先じゃあ、はい、そうですね。2人同時に食べると事故りますからね。じゃあ、神戸の方からいただきます。はい。お前ら本当に日本人か。違う、山田出せ。何個食うんだよ、バック。お前らどこの国の人ムカつく。そんなこと言わないで。神戸の安藤マンと551の安藤マン。違う違う。山ちゃん、チェリーの彼女は誰に似てた、どんな感じの子でしたか。いや、可愛い子でしたよ。うん。うん。飯テロ、ずるい、食べたい。うん。うえ、ね、美味しい。あのね。はい。あんがすごいしっかりして、玉ねぎがすごいいっぱいなんですよ。おーおー、シャキシャキ感がある感じ。シャキシャキ感というか、うん、あのジューシー。いやー、美味しそう。食レポよろしく。7個もチンしてきやがったわら。埼玉も普通と思ってたのに残念。山ちゃん、なんで豚まん逆さまにして食べてるんですか。今あの下のやつ剥いて、はい、そのままあの、うん、こぼれそうになっちゃったんで、はい。美味しそう。あっちゃんや山ちゃんとお菓子食べながらお話ししてみたいな。あ、そういうね、回もいいですね。そうですね。なんか、カラオケボックスとかでね。なんかみんなでお菓子持ち寄って雑談みたいな。キコちゃんの飯テロに負けて、一緒に夜中食べてたら7キロ太っちゃったのに、実物は痩せてて焦ってる。あ、うちらがですか。全部食べたら確実に太るな、山ちゃん。重視犯人。あっちゃんが肉まん持ったら、手と同化しちゃうんじゃないか。お腹空いてきた。551はからし必須。からしつけます？はい、つけます。いや、僕はあの神戸の方に今つけちゃいました。あ、本当ですか。僕からしちょっとあまり苦手なのでつけない。マジですか。つけないですね。はい。2人でそんなに食うのか。来週は本人が豚まんになっちゃう。カラオケ店の持ち込みは禁止されております。 OK のとこあるからね。悪会って言ってみ。悪会、はい。裏は剥がしてからチンした方がいいですよ。私の仲間に入れてほしい。おかしいし、君らこんな時間に食べるの見せつけて、また来週さよならで、その後リスナーの爆食いしてんだぞ。ああ、なるほどね。じゃあ僕もちょっといただきたいと思います。あったかいうちに。はい、じゃあ神戸、あ、ちょっと食べちゃった。ん、はい、神戸の豚まん、すごい綺麗。すいません、いただきます。ん、甘い。美味しい。美味しい、美味しい。豚のとも食い。あ、お失礼って。あ、美味しい。これはね、うん、玉ねぎの甘さですよね。まあ、玉ねぎがちょっと大きい。うん、美味しい。からしはたっぷりね。うん。からしつけないんですか。からしつけない。いや、からしつけた方が美味しいよ。本当ですか。うん、だって、おでんにつけます。つけます、つけます。いや、もうつけないです。からし、もう罰ゲームじゃないですか、からし。山ちゃん、小窓っこいよ。おじさんたちの肉まん配信。そうですね。実際、小窓ないし。実際山ちゃん見て細くてビビった。そうすると、あんちゃんは、てんてんてんないか。うん。てか3個に見えるよ。見えないでしょ。さっきチャーハン作って食べたばっかりなのに腹減った。うん。すいません、じゃあ、551の方いただきます。はい。おいしい。あ、これちょっと、うん、時間短かったかな。うん、とんかつにからしとかうまいだろ。いや、とんかつもからしだよね、絶対。つけない、つけない。山ちゃんは、だから痩せたんだね。二人でもぐもぐ可愛い。いつもの。うん。551。551美味しいですよね。で、こっちも美味しい。美味しい。うん。山ちゃん2個目ですね。2個目いっちゃいました。そうですね。なんだこのイチャイチャ放送って。山ちゃん一口がでかい。いやいやいや。じゃあこっちはね、ちょっと小さめなんですよ。551はちっちゃめなんで。うん。綺麗にね、うん、取れちゃう。なるほど。あ、嘘。とんかつはからしがないとな。うん、とんかつは味噌、あ、味噌、名古屋ですか。味噌かつね。味噌かつは好きです。美味しい。うん。味噌かつ食べたことない。うん。いや、美味しい。あっちのからしがダメとか、子供か、なんかあんまりちょっと、吐き気を催してしまうんですよ、からしは。
マジっすか、うん、でもおでんだって大根とか絶対つけますよね。いやいやいや、そのまま食べますよ。ええー、うん、551食べたことないから、551美味しいんで、ね、大阪行って、はい、大阪行って絶対食べた方がいい。こちら551買ってください。はい、551は小さめだってコンビニの肉まんよりは大きいでしょ。いや、コンビニの肉まんの方が多分大きいですよ、うん、皮が厚い、うんうん、551はね、この皮が美味しいんですよ、うん、そう、皮が甘くて美味しい、うん、ね、私が行くときは、ナス、野沢菜、つぶあん、おやき買ってくね。あ、ありがとうございます。うん。ご飯が欲しくなっちゃいますね。うん、午後一は皮が甘い。とんかつからしたっぷり。わさびは平気なの。あんまりですね。大量にはいらない。わさび？うん。ちょっとでいいです。うん。味噌カツ否定されるんだよな。そんなことない。美味しい。味噌カツ。味噌カツ、うん。カツ丼が美味しいですね、うん。うん。ソースカツ丼ね。ソースカツ丼。うん。ソースカツ丼じゃないですよ。ソースカツ丼ではないかも、味噌は。そうですね。二人とももしてた、放送事故って言ってたの食べてるで。我々、食べ物を前にするとですね、もうしょうがないですね。止まらなくなってしまいますからね。うん。あと、辛いの苦手なの、デスソーで鍛えたら、いや、ちょっとさ、風味が違うじゃないですか。やっぱ、辛子とかデスソー。確かにね。うん。春巻きも辛子つけた方が美味しい。つけない、つけない。あ、つける、つける。つけない、つけない。あとはリスナー全員に徐々にこれ配信はここですか？違います。今度は日曜放送、からしの詰め合わせを差し入れにやめてください。山ちゃん、会議の時買ってきてよ。551から、なんかもらってる？ネット購入しちゃおうかしら。あ、本当に一回食べた方がいいと思います。うん、美味しいです。ネットで買えるんですかこれ。買えるんじゃないですかね。味噌カツうまいよ。マスタードなら食えるか。マスタードは、フランクフルトで食べれるようになった。辛くないじゃないですか、あんまり。粒マスタード、はいはいはい、あれはいける、ね、あれはいけるけど、からしみたいなマスタードはあまり好きではないですね。で、来月も昼配信すると聞いたのですが、いつ頃かしら。中旬ぐらいですかね、はい。名古屋で老舗の、山本屋の、味噌煮込みうどんいただいたけど、ちょっと微妙だった。あ、でもなんか至る所にその山本屋の看板が名古屋にはある。有名なんですか。有名有名。子供なんだからすいません。あ、いや、スーツ着てる。意外と似合ってない。子供が着てるみたい。止まらない二人。もうもうもう。粒マスタードは平気。うん。山ちゃんは、今、大体ネットで買えるよ。今、平成何年か分かってるかな。納豆には入れるでしょ、からし。入れない、入れない。絶対入れる。絶対入れない。私はわさびの詰め合わせ持っていくね。やめてだから。お腹グーグーなってるじゃないか。551の餃子が私は豚まんより好き。王将よりも好き。餃子食べたことない。あ、餃子食べたことない。シューマイは結構効きますよね。はいはいはい、シューマイとかちまきとか。ちまき。そう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 。あっちゃん、マックでナゲット頼んだら絶対ケチャップ派だろ。それはマスタードなんですよ。え？マックは。マックのもう、ナゲット。マジっすか？何ですか？バーベキュー。バーベキュー。いや、マックはマスタード。絶対マスタードの方が美味しい。って思います。飯テレやめろってことね。いただきまーす。もう一回いただきます。そうそう、これ551の方食べてください。はい、いただきます。でも本当にわざわざね、わさびもからしもダメなあっちゃんは、あ、柚子胡椒はダメなのって。あ、それは多分いけるけど、あんま、柚子胡椒美味しいよね。でも美味しい。どこだっけな、九州の方で、熊本、ん、焼肉とかでさ、ちょっと、うん、ちょっとだけ柚子胡椒とかあると美味しいんですよ、それが、うんうん、美味しい。うん、シューマイが美味しい、551。はいはいはい。圧力矛盾だらけ、そう？春の、菜の花、からしあえとか、からし多めうめえよ。無理。マックのマスタードおいしい。マスタードとバーベキュー両方もらうよ。そんなことない。今でもあれだよ。いや、でもね、10円高くなるんです。10円でもらえるんですよ、確か。1個10円になるんです。確か。なるほど。モスのマスタードソースめっちゃ美味しい。冷蔵庫に5個しとく。モス、あ、モスのマスタード食べたことないな。買ってきて、つけてた。からしれんこんは、うん、からしれんこん。あまり。でも、食べ涙出ますよ、涙。あんまり、そんな、好んで食べることはないですね。キコちゃんの飯ってのは本当にきつい。でも見ちゃうけどね。ありがとうございます。マクマスタード。それでもあっちゃんが一番好きなのはコーンです。そう、コーンマヨね。ね、あとはデストの方が得意なんですよ。からしよりはデストの方がいいかな。へえ、マジっすか。俺からしとデストの罰ゲームって言われたらデストソース選びますね。へえ、からしはマジでウィッてこうウィッてなっちゃうんですよ。だからちょっとダメなんですよね。山ちゃん、店長はおいくつなんですか。34です。何気に蒲田放送を数えるぐらいしかなく、山ちゃん店長の存在は知ってるが、プロフィールを知らない。あ、そうなんですね。もう34歳です。はい。横須賀、蒲田、戸塚、蒲田ですね、うん、はい。
圧力の体に、からしレンコン貼りたい。やめてください。ただだよ、無料でもらえますよ。マックかな。あ、そうなの、うん、嘘。柚子胡椒が有名なのは大分。あ、大分か。そう、大分の新幹線に乗りながら、からしレンコンをかじったっていう記憶しかないですね。なんか動画を撮影してて。いいな。いやいやいや。でもそんなに辛くなくて、あ、そうなんですか。食べれたんですけど、ね。だってあの、レンコンの間に要はからし詰めてる、ね、うん、入ってるんですけど、まあ、食えました。へえ、山ちゃんは料理しますか？炊飯器ありますか？炊飯器ないです、うん、マックのマスタードはちょっと甘いのね。もうすごい本格的。山ちゃんデブかと思ったのに意外。あっちゃんと本当に真っ白みたいな。おいお前ら太るぞ。もう太ってた。耐えきれなくて焼酎と、明日のバーベキューのおやつ食べちゃおうかな。食べちゃって食べちゃって、また買えばね。そうそう、1981年前、82年。あ、僕82年です。早生まれなんで、はい、うん、山ちゃん店長って呼んでくれる、優しい人がまだいたんですね。そうですね。大体嫌ですね。ありがとうございます。山ちゃん、回転寿司一番好きなのは何ですか？回転寿司？はい。なんだろうな。サバ？サバ？サバ好きなんですか？サバ好きです。はあ、僕はサバもあんまり。合わないですね。あんま好みが合わない。サバもあんまりちょっと苦手です。韓国のコチュジャンは？あ、焼肉にあるね。つけますよね、うん。山ちゃんのプロフィールは、Facebook で結婚式の写真ありますよ。めっちゃ痩せてる山です。山田安い人で、ググってください。もうなんか食べちゃうぞ。食べてください。遅くなりましたが、日曜日はありがとうございました。はい、DVD 楽しかったです。あ、こちらこそ来ていただいて ありがとうございます。食べちゃうからね。そうですね、食べましょう。関西放送は、コーラム店長が楽しんでパチコってるよ。本当ですか。さっきのカマカマ戦、もう30年くらいから話はあるけど、実際は実行するのかな。どうなんですかね、ずっと確かにね、うん、それは入ってるね。話はあるね、うん。ジジイかてめえはサバって、サバ無理。あ、炙りサバは美味しい。炙りサバめっちゃうまい。サバみたいな顔してサバ、同じく82年代は5月生まれだから学年違うけどね。あ、そうですね、うん。ちなみに俺も、普段は山ちゃんって呼ばれてます。名字は山田ではないですけどね。山下さんですかね。近い、いいじゃん、この、見合わない方が喧嘩しない、あ、そうだね。噛み合わない方が、そうですね、喧嘩しなくても。三つ目、肉まん山田。全部食べるつもり。今日何時までですか？もうすぐですね。もう1時なんでね。あとちょっとしたらやめます。今、あっちゃんとコラボしてしまった。サバ面白かった。おい、山食べ過ぎだぞ。圧力、体は大人、頭は子供、コナンの反対。確かにね。確かにそうですね。はい。ということで。いや、今日もね、雑談放送をお送りしてきましたが、本当に ね、たくさんの方来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。うん、ねえ、豚肉になっちゃうよ。大丈夫大丈夫。でも美味しい、午後一。美味しい。うん。いっぱいチンしてきたから、他のスタッフの方、かと思ったら、何個空気だ、山ちゃん。あ、他のスタッフのためにいっぱいチンしてきたのかと思ったら、山ちゃんが一人で食べてるから、何個食うつもりなんだよってね。うん、まだね、うん、まだあったんで、あ、まだそう。置いてきたんですよ。はい。食いすぎだろ。そんな子供の、うん、あっちゃん好きで、ありがとうございます。厚く被ってるから体も子供だよ。私はエビが好きです。ザリガニにサバを与え続けると、ザリガニの体が青くなる。初めて知った。そう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 。そうなんですよ。あ、そうなの、うん。うちの娘もエビが大好きな。エビが大好き。うん、ここにあんちゃんいたらどうなってたか。確かにスタッフで分けあれば、分けますよ。茨城にもあげてください。私もお手が好き。3つは食べ好き。楽しかった。また、再来週も楽しみになってる。ありがとうございます。寿司何皿いけますか？ 10 皿ぐらいかな。言い過ぎでしょ？言い過ぎでしょ？言い過ぎでしょ？ 20 でしょ？いやいや、20は無理でしょ。本当っすか？ 40 貫でしょだって。はい。無理無理無理。いやいや、僕平均しても20ぐらいですよ。10、10、10。山ちゃん 10でもうお腹いっぱいだね。本当ですか。分かんない。15ぐらいはいけるか。うん、そういえば22時山田さんの放送あ、今日はちょっとお休みさせていただきました。嘘濃くなって。サーモン好きですか。サーモン好きですね、うん。好きだけど取らないですけどね。うん。あえて。炙りにしたいね、でも。サーモン食うんだったらコーン食べたいんで。僕は、どうしてもコーンを。それはない、それはない。大量摂取したいので、できるだけ、別に好きなのはいっぱいあるんですけど、コーンの軍艦ですか？コーンの軍艦が回ってきたら、1枚だけ残して、あと全部取ります。嘘ー！はい。もうコーンだけあれば、僕は本当に。もうね、その回転寿司で、その同じやつを何皿も食べられないんですよ。うん、
飽きるってことですか、うん、いや2巻あればとりあえずねもうちょっと違う味を食べたいっていう、うん、そうですかね。いや僕はできるだけ自分の好きなやつだけを食べ続けたいので、うん、あそこほんと子供なら今だと、酢飯って結構お腹いっぱい感出るよねとか、そうですね、蒲田放送の時は何時頃お店に行けばあっちゃんに会いますか。僕はだいたい9時にはいるかな、9時過ぎぐらいにはいますね。めっちゃギリギリですからね。はい、僕はだいたいギリギリなんで。それで10時からも山田そうですから。だいたい9時ぐらいには来てると思います。はい。あとマヨラーなの？コーンメインなの？マヨラーですね。美味しそうに食べてるの。でもあの回転寿司のサラダ美味しいようですよね。いや、サラダは食べる。だサラダ食べれたら僕はコーンを食べるんで。そう、行かないんですよ。もうコーンしか見えないんですよ、もう僕には。だからもうまず回転寿司行って座ったらコーンどこ回ってるかなみたいな。コーンどこかなみたいな。で、回ってなかったらもう注文みたいな。うそ、うん、もうそういう感じですね。でもだってさ、はい、お寿司屋さん行ってまずコーンが食べたいっておかしい話だよね。いやもう本当に 99% ぐらいの確率で一皿目はコーンですよ。だからコーンがない回転寿司屋さんがすごく嫌いです。回転寿司だったらコーンは絶対置いといてほしいんですけど、あ、そうなんですね、たまにないお店があるんですよコーンが。そういう時はもうめちゃめちゃがっかりするんですけど、うん、コーンは寿司ネタじゃないだろう。あちゃんお子様の料理が好きです。そうですね、ハンバーグとかカレーとか、どっちかといえばそういうの好き。オムライスとか好きですね。はいはい、あ、またラッサラシとか寂しいな。ジャガバターにコーン入れます。お花見とか、お祭りの時に。ジャガバターにコーンうまそうだね。この間ちょっとあのバーベキューに参加したんですけど僕、はい、ジャガバター作るじゃないですか、はい、それにマヨネーズを入れるんですよ。あ、入れます入れます。それ初めて食べて、あ、そうなんですか。衝撃を受けてめちゃめちゃうまい。めちゃうまいですよあれ。今度ぜひ皆さんバーベキューやる機会があったらマヨネーズとバターで食べてみてください。めちゃめちゃ美味しい、うん、超うまい、うん。分かる、一貫ずつ食べたいもんな。あ、ね、そうですね。コモサダも食わない。あっちゃんの一応のコーン推し。コーン、コーン圧力。ブラザーコーン。ホタテサーモン、エビ、カッパ巻き、中落ち軍艦、アナゴ、白いお魚、イカ、以上。まあ、バランス取るというね。へぇ、ね。サラダは、長岡県民1位、海がないからだし。うちの子供たちはコーンばっか。コーン、卵。あ、そう。卵も大体2皿ぐらいは食べますね。あちゃんは安さくね。再来週までかまた話待てないよ、ということでね。再来週待ってください。まあ、もうちょっとですね。うん。うん、まあ、次回は一応山田荘からそうですねやる予定になって、はい、本編という形でやりたいと思いますので、はい、回転寿司のサラ軍艦って野菜入ってないみたいよ。そうなの、うん、コーンの軍艦巻きなんて大で言う、CR トランスフォーマーだよ。だから好きなの、ね、だから好きなのかもしれない。あちゃん今今度コーン食べてみるね。食べてください。白いお魚は縁側でした。あ、縁側おいしい、ね、縁側おいしいね、うん。もう終わりだね。お疲れ様。お疲れ様。次山田さんの放送は誰か住人の人来られますかね。どうでしょうね。ちょっと呼んでみます。はい。木曜日蒲田固定にできないですかね。ちょっと今木曜日。うん。あれ、金曜じゃなくて。そうですね。初です。いらっしゃい。じゃあ明日ジャガバタ前を試してみる。試してみて。あ、ぜひぜひ。次回の山田さんのゲストはまだ決まってません。山ちゃんの配信毎週がいい。ネギトロは何皿ですか。ネギトロは5皿ぐらいですね。ネギトロは美味しいね。うん、ネギトロは、うん、手巻きのネギトロもあるじゃないですか。軍艦です。軍艦。軍艦。軍艦。だからもう軍艦しかないんですよ、僕のテーブルには。もうコーンの軍艦かネギトロの軍艦しか置いてないんですよ。軍艦、軍艦祭り。軍艦祭り。魚といえばネギトロと。だコーン10皿の、ネギトロ5皿の、あとなんか1個ずつ、ポン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 で20皿。すごいな、すごい。ぐらいですね、僕は、大体。はい。コーン10皿とかは異常ですね。いや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 、もうめちゃめちゃ美味しいですよ。で、もう あまりにもこう、コーンを取りすぎるわけですね。はいはい、はい。取りすぎて、場所がですね、埋まるんですよ、テーブル。だから、一皿にもコーンをこう。食べる前に取っちゃうんですか？取ります、ね。いや、もうコーンがあったら取ります、ね。とりあえず取るみたいな。そうそう。じゃあ、厚木さん来たらね、うん、お寿司屋さん前ですね、5貫に1個ずつぐらいね、うん、5皿に1皿ずつぐらいコーンを混ぜておけば混ぜておいてもらえればもうその都度こう取っちゃう。コーンを取りますね。ただもう全部取っちゃうと、本当食べたい人がね、はいはいはい、悪いので、1個は残す。そうそう、もう、あっちゃん子供いねえよ。まさにその通りだよ。すいません、本当ね。中落ち軍艦とネギトロのこと。次の山田さん、コーン配信、コーン食べる配信でしょ。あっちゃん、ネギトロって、赤マンボウのすり身だよ。知らなかった。そうなんですか。うん、なんか俺普通に赤身に
マヨネーズとか入れてんのかなと思った。バター。マヨネーズは入ってない。あ、バター、バターじゃない、油か。軍艦好きなら、ヤマトも撃ちなさいよ。ヤマト撃ってますよ。ね、子供の時は撃つ。今度あと聞き込むやろ。それわかんねえな。ね、トウモロコシが好きなんですか、とりあえず。トウモロコシ大好きです。へぇー。茹でたトウモロコシも好きと。茹でたのも好きですし、あの、生で食べれるトウモロコシとかもありますね。ありますね。ああいうのも好きですね。ホワイトコーンとかありますもんね。あります、あります。美味しい。先の子供が泣くわ。よし、今度お寿司行こう。あっちゃんと帰って寿司行ってみたい。炙り縁側も好きです。じゃあ今度はコーン持ってあっちゃんに。いやいや、大丈夫です。あの、本当物とか、あの、本当嬉しいんですけどもね、あの、お気遣いされずにですね、あの、お店で売っていただけるのが、はい、我々は本当に、次回大丈夫です。次回オフ会じゃお寿司屋さん。いや、大人数で回転寿司もなかなか迷惑ですよ。うん、あちゃん見かけたらコーンにデッソ混ぜておけばいいですね。やめてください。縁側とかも、なんか違う魚だったり、ホタテも実際のホタテじゃないんだよね。へー、うん、そうなんですね。いつか逆にコーン嫌いになっちゃいそう。ポップコーンは？ポップコーンも好きですね。うん、あと回転寿司にいたら、うちの子供たち怒るわ。いやいやいや、一緒に食べようぜってこうワイワイできますよ。あちゃん、私トウモロコシ大好き。中学の時とか夏休みのお昼ご飯、トウモロコシ2本とか食べてた。あー、僕もお昼ご飯で？うん、僕も食べてました。へー、なんか結構僕田舎茨城なんで、はい、結構その畑農家の方にこうトウモロコシいただいたりとかして、結構あなんか毎日のようにこう夏はトウモロコシがあるんですよ、家に。だからそ う,、ね、そう大好きですね、うん、私もトウモロコシ大好き。ヤングコーン詰め合わせ持っていく。いや、ヤングコーンはそうでもないですね。ヤングコーンってあんまちょっと苦手ですね、うん、お祭りの焼きトウモロコシ最高、うん、オフ会寿司屋とか斬新。ポップコーンの弾ける前のやつ食べて歯かけてしまえ。あ、硬いね。あーちゃん好きなものメンマと玉こんにゃく？玉こんにゃくって思う？コーンなんて自宅で作れるのはコーンの感じだとマヨネーズ。なんだそれ、わかんないね。それを酢飯で食べるから美味しいんですよ。このまま2時までやっちまう。じゃあ、エンデカテにコーン1年分送ってくる。やめてください。とんがりコーンは？とんがりコーン大好き。焼きとんもろこし。とんがりコーン美味しいね。焼きとんもろこし味が好きですね。とんがりコーン。ちなみにブラジルではコーンは豚の餌としては使われてますよ。ジャガバターに、マヨタラコ美味しい。私もエンデカテだけど。あ、タラコうまい。うん。いつも、家に投稿しよう。これあれじゃない？デニーズの料理じゃない？マヨタラ。マヨタラ？うん。確か。デニーズにありましたっけ？デニーズに確かあったと思いますね。エンデック。違う。これガストかなんかで、うん、あれですよ。マヨタラの、うん、あれです。普通の山盛りポテトフライに、はい、それがかってるのがあるんですよ。エンデック、あ、これでトウモロコシって読むらしいですよ。そうなの？うん。トウモロコシは全部の指さしてから食べるのがルール。そうそうそう、こうやって食べる、うん、やった。子供と喧嘩だな、コーンをめぐって。今日もカレーにコーン入れて食べた。あ、カレーにコーンいいですね。コーンカレー。コーンカレー。コーン。でもシチューには入ってますよね。シチューには入ってます。うん、カレーにも入れるといいですよ、コーン。はい、それココイチとかでもできるんですか？まあでもココイチコーンはトッピングにあるんで、多分全然上からパッとやればできると思いますね。コーンコーン言ってるから食べたくなったんじゃないか。もう缶詰ね、コンビニ売ってると思いますんでね、ぜひ。でもやっぱバターコーン美味しいですよね。いや、バターコーンは最高ですね。バターコーンは本当に美味しい。バターコーンに塩コショウをギャーってこうやって食べるのね。バターコーン食べたくなっちゃったね。いやー、美味しい美味しい。トウモロコシはどうしても一列ずつ食べてしまう。歯に詰まるから。あ、やる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 。でもトウモロコシ、ちょっとこれ置いてもいいですか？はい。一列をこう歯でクイ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 ってこうやって、やってその後こうやって剥いて食べます。わかります？こうやってブイってこう指でグイってやる、こう塊でグイって取れるんですよ。手で？そう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 。うそ！だからこうやってやるとその綺麗なあの形で食べきれるという。へー。これクイクイってやんない？みんなクイクイって。いや、もうこうこうこう。そう、それが一番美味しいんですけどね。こうなんか無駄な食べ方をしてるのが一番美味しいんですけど、無駄なく食べるにはこうやってこうなんか削り取るようにこうコーンを。そうなんですね、うん。やったことあるでしょ？うん。5、6粒取れる。そう、私もそう。ほら結構いますよね。あれやると結構綺麗にあの出来上がる、なんていうんですかね。あの食べ終わりがね、ちょっとね、やっぱそのね、うん、残ってるのがちょっと嫌ですもんね。そう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 、根元が残っちゃってるみたいな。そう、それがね、そう嫌だから。美味しいトウモロコシって名前をで食べれる。そうそうそう。この後2人飲み行くんですか？行きませんよ。コーンだけでどんだけ話色があるんだよ。本当ですよ。トウモロコシで食べた後、トウモロコシのヒゲや皮が歯に
挟まりすぎじゃね、まあ、確かにね。あ、確かに。うん。綺麗に食べれる。コーンマスター続く。親父がそうやって食べてる。ここ一で食べ、食べた。ね、やる、剥いて、たくさん集めて、まとめて食べるんですけど、カニも。剥いて、まとめて一口で頬張る。贅沢食いだね。いやー、カニは食いたいね、うん。カニ食いたいね。やっぱ、でもカニとかってやっぱ人に剥いてもらったのを食べるのほど、なんか、めちゃめちゃ嬉しいものはない。うーって思うの。はい、どうぞどうぞって言われる。いただきます、みたいなね。そうそう。コンマスターにいて、あとは履歴書に書いていいよ、コンマスター。10分くらいコンの話してさ。食べ物の話になったこの二人の幸せの変わったら。トウモロコシのヒゲちゃん。あ、ある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 。ヒゲちゃん。あ、コーン茶ありますよね。コーン茶ありますよね。あれ美味しいよね。美味しい美味しい美味しい。はい。健康にいいらしいですからね、しかも。うん。カニって人に剥いてもらうと美味しくないじゃん。自分で取るから美味しいんでしょうか。いやいやいや、その工程がね。めんどくさいちちちちってやってるのがね、うん、まあいいよってなってきちゃう、ね、子供の頃とかね、もうお母さんもちょっとこうやつってこう剥いてもらったやつとか一気にガーって食べるみたいなね。松田さんにはカニカマが一番ですね。いや、カニカマも好きですけどね、やっぱマヨネーズで食べるカニカマね。でもなんかこの間テレビやってたのが、はい、カニカマに、うん、カニカマをですね、はい、カニ味噌と一緒に炒めると、うんうん、でなんかパスタにかけるみたいなことしたら、うん、もう本格的なカニパスタになる。マジっすか。それはちょっとカニカマがねすごいカニの味になるらしいんですよ、うん、いやーちょっとそれは興味ありますね、うん、男子ってもう、子供の頃はカニ味噌が苦手、苦いだけだったけど日本酒飲むようになってうまさが半端ないね、カニ味噌本当美味しいよね。好きじゃなかったけど今は美味しいね、うんうん、まあ、磯丸の人気ナンバーワンメニュー磯丸水産の人気ナンバーワンメニュー絶対食べますもんね、はい、たまに自販機の粒コーン入り、スープが飲みたくなる。あ、わかります、うん、でも最近あの何入り口が広い、そんななんですか。そうあるんで、こうやって最後そうそう、まあそれやるんですけど最近のこう入り口が広いそのコーンスープがあるんで、へあれはいいですね。それはいいですね。それはいい。カスミに行った時は、自分でカニをほぐしたんですか。カスミの時はですねカニ丼を頼んだので、あ、もうほぐしてあるやつ、もう丼でもうほぐしてあって味噌があってっていうのがねもう楽でしたよ。マツコデラックスは、何でも食べそうなのにカニは食べれないらしい。へ、見た、それ見た、カニカマそれあれじゃなくてあの、うん、ピザーラかなんかの CM でまたカニなのみたいなやってたじゃないですか。人に向いてもらった八作も美味しい。あ、美味しい。みかんのでっかいやつ、うん、美味しい美味しい。カニ味噌とかウニとかビジュアルがちょっとダメだわ。イクラは目玉のおやじに見えてダメ。カニ味噌って単品で売ってるもんなんですか。カニ味噌があるってことはカニ本体もありそうだけどね。なんかね、缶で売ってるだろう。缶とか瓶とかでカニ味噌はありますよ、うん、ありますよね。今日筋子食べたらめっちゃ美味しかった。イクラダメだったのに。僕、イクラと筋子がちょっと苦手ですね。あ、そうなんですね。はい、プチュンってのがダメなんですか。なんていうんですかね、あの美味しさを感じないんですよね。へー、その食感がいいとか言うじゃない、はいはいはい、プチプチプチみたいな。だったらもう飛びっこの方がいいですね。もっとプチ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 ってこうなってくれた方が僕は好きですね。カニの食べ放題また行きたいよ。あ、金沢最高。あ、行ってみたいね。金沢いいっすね。うん、だカニのおでんがあるんですよ。カニ麺、カニ麺っていう、あのカニの甲羅の中にカニの身を全部入れてるおでんの。そうそうそう、めっちゃうまそう。で1個多分2000円とか3000円とかするんですけど、めちゃめちゃうまいらしいんですよ。おでん、それいいな。それ今度食べに行きたいなと思って、ね、金沢行きましょう。うん、いくら一粒よく見てごらん、目玉の親父がいるよ。夏子はカニ好きなんだけど甲殻アレルギーらしい。カニカマに、コーンとマヨネーズを混ぜると美味しい、うん、人生で一番コーンって言葉を、聞いたかもしれない今日 ね、あっちゃん、好き嫌いが多いな。ちょっと多いかもしれないですね。多いですね。あっちゃん食べ物つながりで話変わるけどグミとか好き。グミ大好き。グミ大好き。あの粒グミ、いや違います、コーラの。コーラグミ、コーラのなんかあの硬いグミがあるんですよ。あの昔からのやつ、いや、あ、昔からのやつのリメイクが、へえ、再販されたコーラの瓶の、あの瓶の形したやつ、あれがめちゃめちゃ好きですね。はい、こういう飯テロは警察に通報すべきですか。やめてください。私は金沢でカニ食べた。のどぐろもうまかった。食べたいわ。いいな、高級魚じゃないですか。うん、いくらは視力いいんだよ、食べなさいね。あ、そうなんだ、視力回復いいんだ。へえ、ウニは見た目がダメだな、だいぶ克服しつつあるけど自分からはなかなか食わないな。一緒、もうね、僕もウニも食べれなかったんですけど。そう、食べれなかったんです僕も。あ、そうなんですか。あんちゃんでしょ。うん、うん、あんちゃんが美味しいウニ食わしてくれたら僕も美味しいウニ食べたのよ。食えるようになる。これ美味しいみたいになって、そう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 そこから食べるようになりましたね。うん、
かまぼこはどうでもいいけど、カニカマはちょっと扱いが違う。コーラビンの形したやつ。そうそう、高いやつでしょ。200円ぐらいかな。次あったら、あっちゃんに新卒をどん、ん新卒をどんどん言いますよ。ハーシーのグミ？ハーシーじゃないかな。それはアメリカのやつじゃないですか。どうも。今来ました。ハリボーはあんまり好きじゃないんですよね。なんすか、ハリボーって。ハリボーってあの、クマさんの、カラフルな、カラフルなクマさんがいっぱい入ってるやつ。ありますね。アメリカのやつ、ね、そう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 。あれはちょっと歯にくっつくんで、はいはいはい、ちょっとあまり好きではないんですよね。美味しいにはやっぱりうまいよね。うつのほうが、塩がついてるやつが好きですね。うん。うんうん、そういう意味で言うね、うん、そういうわけではないんですけどね。ウニってどのタイミングで食べるんだね。高級な家庭だったら小さい頃から食べてるのかな。うちはなかったな。食の始まりがあんちゃん、うん、そうそう、ハリボーのグミってあんまり味がしない。あ、なるほどね。あ、そうなんだ。ハリボーは送ればいい。いや、全然送らなくて大丈夫ですよ。はい、ハリボーはドイツのグミですよ。私は粒グミの青が好きです。あ、サイダーのやつだ。そうだか。ああ、でも、粒組も美味しいですよ。粒組ってあのちっちゃいやつですか？こういうなんか粒がいっぱい入ってるやつがあるんですけど、あれはあれで美味しいですね。あんちゃんはやっぱりすごいね。私のどうしても食べれないものを食べれるようにしてくれそうだ。ああ、会ってみたらいいと思います。ああ、会ってみたらいいと思います。美味しいものをね、紹介してくれます。本当ね、紹介してくれますよ。うん。あんちゃんはね、本当人が美味しいって言ってくれるのが、嬉しい。彼の幸せらしいね。もう混んでグミ作んね。カラフルグミのことかな。カラフルグミではないな。ハリボー味は好きだけどね。でもあれコーンのなんかグミみたいなのありますよね。コーンのグミ、コーンみたいなやつの、なんだっけかな、なんかね、あるんですよ、うん、トウモロコシ味みたいのが。マジですか、うん、でもグミって今なんか自分でも作れるじゃないですか。え、グミって。あ、そうなんですか。そうだから、グミ今度作ってみたいなと思って。へ、あれゼラチンかなんか。そう、ゼラチンで固めてるんで。だそのなんかツイッターかなんかで見たんですかね。自分でこのグミを作ってて、ああこうやって作るんだもん。だからエナジードリンクとか入れて作ってたりして、あ、これなんか健康に、なん眠い時に食べたらいい、ね、いい。コーンスープでやればいい。コーンスープで。それあまりちょっと美味しくなさそうですよね。セブンに売ってるよね。セブン、そう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 。紐みたいなグミはフィットチーネかな。あんま食べないですね。あ、それね、うちの娘が大好きなの。ハリボーは黒っぽいやつですか。まあ、色いろいろあるかな。うちの息子と一緒、コーラのグミは、常時家にストックしてある。ケンタのチキンカツサンドといい、息子の将来が心配になってきた。僕みたいになりますよ。もう、ケンタッキー。ないチキンカツサンド。ケンタッキーの和風チキンカツサンド、めちゃめちゃうまいじゃないですか。いや、そうだ、お前。マジっすか。僕、この世のハンバーガーの中で一番うまいと思ってます。マジっすか。ぜひ皆さん、ケンタッキーの和風チキンカツサンド食べてみてください。あ、明日ケンタッキー行きたくなっちゃう。めちゃめちゃうまいんで。本当に一回食べてください。で、コロロってグミの新しい感じのレビューを書いてほしい。あ、プチって、本当なんか、ジューシーなグミなんですよね、コロロは。グミは大体食べてますね。俺はジョジョ園が苦手だから食べさせてくれるかな。あんちゃん、ジョジョ園が苦手ってすごいね。脂っこいのがダメってこと。あんちゃん美味しいって言葉が好きだから転職すればいい。お二人のフェイバリットチョコレート菓子は何でしょうか。チョコレート、チョコレートは何だろうね。あんまり甘いのはあれですけどね。まあ無難にガーナとか美味しいですけどね。僕ね、あれですね、アーモンドチョコレート、あ、おいしい、おいしい、ね、アーモンドチョコレートは大好きだね、うん。あんちゃんおもてなしが大好きなんですね。東京の家庭寿司のウニは美味しくなかったけど、北海道の家庭寿司のウニは本当に美味しかった、うん、そうそう、北海道の回転寿司めっちゃうまいですよね。あんちゃん料理人向きな性格、うちに今グレープのグミがあって、前ほど景品で選んだんだけど、結局今そのグミが10万円くらいに値段になってる。どういうこと、どういうこと、どういうこと、プレミアついてんの。東京、あ、なるほど、あれ負けてるからじゃん。ああ、そういうことね。ね、うん。東京駅にポテチをその場で作ってくれる。ああ、これありますね、カルビーのショップ。スカイツリーとかにも入ってますよ。あ、そうなんですか、うん。東京駅あと桃太郎飴ありますよね。ああ、ありますね、うん。
ウニはミョウバンが入っていると、苦いからね。モスが、モスは美味しいと思うけど、モス美味しいよ。あれ、右の人は誰ですか、クラブの支配人の方ですか、山ちゃん。私ですね、ケンタッキーのチキンカツサンドって、水島ヒロが発売日にツイッターで、すごい美味しいって書いてた。まんじゅう怖いって話知ってる、徐々に嫌いになったのはそのくらいです。ブラックサンダーまんじゅうだから、その言葉が見に行ったら、ね、あ、ブラックサンダーね、東京駅ありますからね、うん。ブラックサンダー最強。コメ読んでくれないから、ね、あ、マジで読んでなかった？あ、今日台打たないんですか？あ、今日台打たないです。すいません。すいません。うん。スイートコーンの季節になるね。もうすぐね。そんな見方があるんですか、ね、アルフォートが好き。アルフォート美味しい。10万円のグミとは、負けてたからですよ、みんなよくこれ2万円のチョコレートとか言うね、パチスロする人は言うね、言うね、私は定期的に必ずポップコーン食べたくなる。みんなに鳩の餌と言われるけど、コンビニの端に必ずあるから根強い人気のはず。コンビニでポップコーンってあります？ありますよ。マジっすか？あれでしょ、普通に袋に入ってるやつですよね。あー、うん、でもあれ映画館行ったら絶対見ね、うん、ポップコーン。あとうちはですね、今、はい、ゲーセンにアンパンマン の、うん、なんかこのクルクル回したらポップコーンできるやつがある。あらららららら、もうね、娘がね言ったらありえるって言ってまあね、子供はね、で大体うん、取った瞬間にバツァッと落としちゃうとかね。あ、落としたね、大きいからねちょっとね。ポップコーン、キャラメル、ポップコーン好き。あるよ、セブンでキャラメルなんとかポップコーンとかお店が入ってすぐのところにある。うん。まんじゅう怖いよ、ラックス。ポップコーン、ポップコーン何味が一番好きですか？バター。バター。バター。普通の。普通のバター。バターいっぱいかけてほしいですね。あ、そうなんですね。映画館とか行ったら。うん。もうキャラメルだね。キャラメルは、最後がくどくなるんですよ。あー、なるほど。今でもあれですね、やっぱね、うん、ディズニー行ったらいっぱいいろんな種類ありますよね。ディズニー行ったらカレーだの、イチゴだの、ね、もういろいろありますからね。ブラックペッパーとか。うん、バター醤油のポップコーンはめっちゃ外国人に喜ばれる。ポップコーンは私アンパンマンの塩バターが好き。美味しい。あ、美味しい美味しい。うん、カレー味。昼ごとのお土産食べましたか？あ、いただきました。ありがとうございます。たくさんありがとうございました。本当に、みんなで分けて、そうですね、はい、いただきました。もう本当にマドレーヌだろう、ヨックモックだの、もう本当にたくさんのものをもらって本当ありがとうございます。ありがとうございます。クッキーとかね、もうたくさん本当にもらったんでありがとうございます。また来てください。今度はね、持ってこなくても大丈夫ですよね。もう 何も言わないです、はい、本当に来ていただけるだけであれば、はい、体一つで来ていただければ、はい、嬉しいので、ぜひね、皆さん一緒にパジックパシスをね、こうやって楽しみましょう。娘じゃなくて山田があれやりたいって奥さんにねだってると聞きました。違う、うん、キャラメル美味しいよね。美味しい。ギャレットのポップコーン食べたいけど近くにないから悲しい。ああ、そうだ、うん、話変わるんですけど、はい、次昼放送やるとしたら、うん、なんか DVD 的なものはやりますか？うん、やりますか？もしくはなんか違うのにします？うん、まあでも何かしらね、やっぱ来てくれた方へのものみたいな、なんか用意したいですね。うん、そうですね。前にセブン冷凍つけ麺が美味しいと教えてくれた方いらっしゃるかな？アイスのところに売ってるやつ。あ、美味しいんじゃない？何それ？もうセブンイレブンとかって今すごいですから、何でもある。ピザとか、こんな、1枚のあれとかあるんですよ。え？本当に。セブンで？セブンで。何それ？セブンすごいなと思う、最近。うん。アンパンマン、キャラメル、我が店舗にはないです。映画館でお願いして、キャラメル1、塩9の割合で入れてもらう。あ、そんなことできんだ。へぇ。綿飴作る機械見たら、スロットの、枚数計数機思い出してしまう。病気かな？体一つでって言うと、食われちゃうのかと思う。そうなの？アンパンマンのポップコーン、私補充してますよ。そうなんすか？いや、この、放送日まで差し入れ食べないで我慢できたね。偉いじゃないか。俺、ロレックスでいいよ。来てくれた人、みんなにプレゼントしてる。来てくれた人にコーン配ればいい。先ほどのシリコンバンドが欲しい。シリコンバンドあったかな？山ちゃんのポケットナイフ。もう昔あったけどね。うん、また DVD が欲しいです。あ、そうなんですね。あんちゃんの羊羹美味しかった。うん。ピザ大好き。プリクラでもいいよ。飯代わりに。プリクラ。プリクラ。地震ちょっと気をつけてくださいね、皆さん、本当に。逃げれる準備だけはしっかりしてください。ね、はい。
私は主婦だけど焼き魚とか冷凍のシュマイとか夕飯済ますことがある。かなりクオリティ高いですよね。山ちゃんに聞きますが DVD のネタ本社にメールしちゃったけどどうしても、ちょっと、メールしちゃダメ、どうしても送りたいです。ダメですよ。うん、セブンのピザは何味が一番おすすめですか。全部食べたことないな。緊急地震速報出てるってことね。本当に、はい、気をつけてください。気をつけてください、はい。地震とかあった方、熊本の方ですか、気をつけてくださいね。6強またちょっと大きいですね。ということで、時間もね結構、まあそうですね、経ちましたので、本日の放送は、この辺で、お別れしたいと思います。はい、たくさん差し入れ皆さんありがとうございました。次回の放送はまた再来週を予定しておりますので、はい、ちょっと余震等が続いておりますが、皆さん本当にお体だけは、大事に、命を大事にですね、行動をしていただければと思いますので、うん、はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、まあもうね、はい、みんなで、日本全国一丸となって応援したいと思いますので、はい、元気にね、頑張っていただければと思いますので、また、いつか、はい、東京来ていただければと、うん、蒲田に、お会いできればと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。ということで本日の放送はこの辺でお別れしたいと思います。皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。再来週お会いしましょう。さよなら。久しぶりに彼女に会いに来た。おかえり。最近どう？粛々と生きてます。相変わらずだね。で、なんで来たの？なんとなく。前も言ってた。キコーナ。